タリバーン、タリバーン、タレバンは、パキスタンとアフガニスタンで活動するイスラム主義組織。ムハンマドーマルが創設し、1996年から2001年11月頃まで、アフガニスタンの大部分を実行支配し、アフガニスタンイスラーム主張国、タリバーン政権を樹立した、国際的には一部国家を除いて承認されず、日本語メディアでは通常、タリバン、または、 タリバーンと表記される。2016年5月にハイバトゥラー・アックンザダが第三代最高指導者に就任した。ソビエト連邦のアフガニスタン進九1979年から1988年により成立した共産政権を打倒したムジャーヒディーンたちが、内輪もめから再び戦闘を始め、長年の内戦の中で無秩序、無法状態に陥っていた。 アフガニスタンの現状を憂えて、イスラム教に基づき治安と秩序の回復のために、立ち上がったことを起源とする武装勢力、パシュトゥーン人の割合が多い。パキスタンの強力な支援を受けて、急激に勢力を拡大、カンダハールを拠点とし、北に軍を進め、首都カーブル、そして北部の主要都市、マザーリシャリーフを制圧、2001年9月の、 米国同時多発テロ事件の頃までに国土の大部分を支配するに至った。タリバーンという語はアラビア語で学生を意味するターリブのパシュト語における複数形であり、イスラム神学校、マドラサで軍事的あるいは進学的に教育、訓練されたとから構成される。このためタリバーン構成員を数えるとき、一人なら単数形のターリブ、 二人以上なら複数形のタリバーンが用いられる。タリバーン側の主張によると、ムハンマドーマルが二十人の同志と共に始めたものだとされている。また、タリバーン大使がイスラム教の聖書、クルアーンを学んだ場所は、国境付近の難民キャンプの教員が整っていない、ムハンマドーマルの開いた神学校であった。この神学校出身者が結集時のタリバーン大使になる。 彼らが放棄したきっかけは、ムジャヒディーン軍閥が二人の少女を誘拐したことへの抗議活動であった。彼らは無事少女たちを解放し、この出来事から地元住民らから正義の味方として扱われた。内戦が続くアフガニスタンにおいて、タリバーンは1994年頃から対頭し始めた。彼らはマドラサと呼ばれるイスラム神学校の学生たちが中心であり、 ターリバーンが快進撃を続け、軍閥を追い散らし、治安を安定させ、秩序を回復するようになったので、住民たちは当初ターリバーンを歓迎した。当時、アフガン市民たちは、長年にわたる内戦とそれに伴う無法状態、軍閥たちによる暴行、略奪などにうんざりし、絶望感を抱いていたため、治安を回復するターリバーンの活躍に期待した。しかしその後、ターリバーンが、 イスラム教の対立を極端に厳格に適用し、服装の規制、音楽や写真の禁止、娯楽の禁止、女子の教育の禁止などを強制していくに従って、住民たちはターリバーンに失望するようになった。1998年にターリバーンがマザーアリ・シャリーフを制圧した際に、住民の大虐殺を行った。この虐殺は前年5月にマザーアリ・シャリーフで起こった。 ターリバーン兵大量殺害に対する報復でもあるのだ。マザーリー・シャリーフはアフガニスタンの少数民族であるウズベク人やハザーラ人が大きな割合を占め、ターリバーンはこれらの少数民族、特にハザーラ人に対し虐殺を行ったことから、ターリバーンがパシュトゥン人からなり、パシュトゥン民族運動の性格を合わせ持つことを示すエピソードとなったと指摘されている。ターリバーンは 軍事面及び資金面で、パキスタン軍の諜報機関である ISI、パキスタン軍統合情報局の支援を受けていた。パキスタン軍にとり、敵対するインドとの対抗上、アフガニスタンに、親パキスタン政権を据え、戦略的な深みを得ることは、死活的な課題であった。そして、親パキスタン政権とは、民族的には、アフガニスタンとパキスタンにまたがって存在する。 パシュトン人主体の政権であり、かつ、パシュトン民族独立運動につながることを阻止する、要から、イスラム主義を信奉する勢力でなければならなかったと言う。このためそうした要件を満たすターリバーンが、パキスタンの全面的な支援を得て、支配地域を拡大していった。アフガニスタンに、パキスタンの傀儡政権が成立することは、中央アジアにおける貿易やアフガニスタン経由の、 パイプラインを独占するという思惑、また、インドとのカシュミール紛争で利用するイスラ過激派をパキスタン国外でかくまうという目論見みにも、好都合であった。1997年に、タリバーン軍がマザーリッシャリーフの攻略に失敗し、その主力を一挙に喪失してからは、ISI はより直接的な関与を深めた。2000年の第2次タロカン攻略戦では、 パキスタン正規軍の少なくとも2個旅団以上を呼び、航空機パイロットがターリバーン軍を偽装して戦闘加入したとされている。このため2000年12月にはコフィア内国連事務総長がパキスタンを避難する事態となった。また、1990年代半ばにはサウジアラビア総合情報庁もパキスタンを通じてターリバーンに資金援助を行っており、 アフガニスタンの安定化に対するターリバーネへの期待は高かった。また、強力で安定的な政権は中央アジア安定化につながるとしてアメリカ合衆国の支持を得ていた時期もあった。当時のアメリカのユノカル社が中央アジアの石油、天然ガスをアフガニスタン経由したパイプラインでインド洋に輸送することを計画していたが、これはロシアやイランを避けるルートを取っており、 米国政府としては好都合であり、このパイプライン建設計画を支持した。このパイプライン計画実現のためには、アフガニスタンの安定が前提条件であり、米国はターリバーンによるアフガニスタン支配に関心を示した。アメリカの議会関係者や国務省関係者が和平の仲介を行おうとしたが、和平は成立しなかった。1996年9月にターリバーンが シュトカーブルを制圧し、ナジブラ元大統領を処刑した際、アメリカ国務省の報道官は、タリバーンの行為を非難せず、むしろタリバーンによる安定化への期待を示せなど、アメリカ政府のタリバーンよりの姿勢を示した。タリバーンによるシュトカーブル制圧後、タリバーンによる人権侵害、特に女性の扱いに世界が注目するようになり、米国も、 ターリバーンへの姿勢を変化させていった。1997年11月には、オルブライト国務長官が、ターリバーンの人権侵害を批判し、米国のターリバーンへの反対姿勢を明確にした。1998年8月にケニアとタンザニアのアメリカ大使館爆破テロ事件が生すると、アメリカは人権問題以上にテロの観点からターリバーンへの敵対姿勢を強めていった。 1999年12月、カシミールの独立を目指すイスラム過激派により、インド航空機がハイジャックされ、アフガニスタンのターリバーンの本拠地だったカンダハルで着陸し、ハイジャックされた飛行機の乗客乗員155人を人質に立てこもる事件があった、インディアン航空814便ハイジャック事件。その際に、ムタワッキル外相など、ターリバーン政権幹部の仲介により、 インド当局が、極中にいるイスラム過激派、カシミール独立派の幹部3人を釈放する代わりに、上院155人が解放された。国際的に孤立を深めるタリバン政権が、テロリストの釈放と引き換えにとはいえ、周辺国と連携して、人質解放に尽力したことで、日本国内でも、国際社会も、タリバン政権を、イスラム原理主義勢力として、単純に敵視するのではなく、 歩み寄りを行っても良いのではないかとする論調があった。また、これには、イスラム過激派支援集団とみなされていた、タリバーン側の国際社会での汚名返上の思惑もあった。ターリバーンは1996年9月に、首都カーブルを制圧し、国連施設に遊兵されていた元大統領のムハンマド・ナジーブ・ラーを引きずり出して、公開処刑として惨殺した。 カーブル制圧後、アフガニスタンイスラーム首長国を建国したが、すぐにはどの国からも承認されなかった。1997年5月に、タリバンが北部の主要都市、マザーリ・シャリーフを制圧したのを受け、パキスタンが世界で初めて政府承認し、すぐにサウジアラビア、アラブ首長国連邦が続いた。この3カ国以外からは承認されることはなかった。 国際連合の代表権は、ウルハーヌッティンラッパー2を大統領とするアフガニスタンイスラム国が保持しており、通称、北部同盟として、北部で抵抗を続けた。その後3年ほどで、アフガニスタンの90%を支配下に置いた。しかし、ターリバーンの支配は、すべての音楽を禁止するなど、イスラム主義に基づいた厳格なものであった。ターリバーンは、パシュトゥーン人の部族を着て、 パシュトゥーンワーリに従い、パシュトゥーン人以外の民族の不満を招いた。このパシュトゥーンワーリは、実際には、イスラム教のシャリアの代表的解釈とは相入れない、部分があるとも言われている。例えば、タリバーンは殺人を犯した者に対しその犠牲者の遺族による公開処刑を行ったが、これはイスラム法に基づくというより、パシュトゥーンワーリに基づくものである。また、 アルカイだと接近してからは、その過激主義の影響を受け、パシュトゥーンワーリからも逸脱した、偏教がめ明なイスラーム解釈をアフガニスタン人に押し付けるようになった。このことにより、アフガニスタン国民からの支持は低下した。ターリバーンは、過度に今までの娯楽や文化を否定し、また公開処刑を日常的に行うなど、過激な活動を行った。 これは市民に対する見せしめであると同時に、娯楽のない市民を巧妙に操る手口であり、多い時には1万人もの見物客が公開処刑に詰めかけたと言われる。また女性は学ぶことも働くことも禁止され、親族男性を伴わなければ外出さえも認められなかった。外国人も例外ではなく、女性の国連職員は入国が許可されなかった。 彼ら、ターリバーンの統治メンバーらの服装は、漆黒のターバンに黒と白のモノトーンの服装を組み合わせた独特のデザインでコーディネートされ、戦闘車両の多くもそれに準じた塗装が施されている。1996年、ターリバーン政権は、ウサーマビンイコール、ラーディンとアルカイダの幹部を客人として、アフガニスタンへの滞在を許した。アルカイダは、 対米戦線復刻を行うなど、それまで引き起こされていた数々の反米テロの黒幕と推定されており、また、イスラム諸国からも異端視されていた組織であり、ターリバーンは周辺諸国から孤立し始めた。アメリカのビル・クリントン大統領はターリバーンに対する政策を転換し、ユノカルのパイプライン計画も破綻した。ターリバーン政権に アルカイダを引き渡すように要求したが、ターリバーンは拒否した。アメリカは、パキスタン政府に圧力をかけ、ターリバーンへの支援を断ち切ろうとした。また、サウジアラビア政府も、ターリバーンへの援助を打ち切ったため、ターリバーンは、経済面でも、大きな打撃を受けた。しかしターリバーンは、国内の他勢力の拠点を次々に攻略し、勢力を拡大し続けた。 1997年5月から、ターリバーンは、アブドゥルラシード・ドーストム派の拠点であったマザーリ・シャリーフを攻撃したが撃退され、2500人以上の壊滅的な損害を出した。しかしターリバーンは、パキスタン軍の支援を受けて立ち直った。1998年8月7日、タンザニアとケニアにあったアメリカ大使館が爆破される、事件が起きた。 この攻撃を受けてアメリカは報復として、スーダンのハルツームにあった、化学工場とアフガニスタン国内のアルカアイダの訓練キャンプを、トマホーク巡航ミサイルで攻撃した。8月8日、ターリーバーンはドスタム派の幹部を買収して、勢力下に入れ、再度、マザーリシャリーフを攻撃し、占領した。この際、5000人以上のハザーラ人市民が殺害され、 イラン総領事館の外交官10人とジャーナリストが殺害された。この攻撃はイランや国際社会から激しい非難を受け、一時は国境地帯にイラン軍が集結する事態となった。1998年9月、サウジアラビアはアフガニスタン臨時代理大使の国外退去を求め、かつ自国の在アフガニスタン臨時代理大使を召喚させ、 事実上タタリバーンと断交した。これは、ケニアとタンザニアのテロ事件の首謀者と見られた、ウサーマ・ビン・ラーディンの扱いをめぐる対立が原因であったと言われている。1九9九年、国際連合安全保障理事会において、テロ行為の防止を目的とする、国際連合安全保障理事会決議二百六十七が採択され、タリバーン政権に対し、ビンイコール、 ラーディンとアルカイダ幹部の引き渡しをめ、実行されない場合には、経済制裁が行われることになった。しかしターリバーンはこれに従わず、経済制裁が行われることになった。2000年10月、アルカイダは、アメリカのミサイル駆逐艦コールに自爆テロ攻撃を行った、米艦コール襲撃事件。このためアメリカはさらに経済制裁を強化することを主張し、 12月には追加制裁を定めた国際連合安全保障理事会決議1333が採択された。2001年2月26日、タリバーン政権は紛争続きのアフガニスタンにあって、それまで徐々に壊れていたバーミヤーンにある石窟の仏陀の像、バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群をタリバーンが最終的にコッパミに 爆弾で吹き飛ばした。しかし、この行為に対しては、非イスラム教諸国のみならず、イスラム教諸国に至るまで非難を行い、完全に逆効果となった。指示した者は、ごく少数にとどまった。イランの映画監督、モフセン・マフマルバフは、著書、アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない地獄の、あまり崩れ落ちたのだの中で、アフガニスタンで長年続いている。 人道的危機を無視しけながら、大仏の破壊を大きく取り上げた、欧米のメディアを批判した、詳しくは、客中参照。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件が発生すると、アメリカはこのテロの容疑者として歩かないた関係者を引き渡すように要求した。しかし、ターリバーン政権はこれを拒否したため、アメリカと有志連合諸国は、 国際連合安全保障理事会決議1368による自衛権の発動として攻撃を開始し、北部同盟も進撃を開始した。11月までにターリバーンはカーブルとカンダハールを含むアフガニスタンの大半の領域を喪失した。しかし、ムハンマド・オマルをはじめとする指導部の多くは失われず、2003年以降アフガニスタン南部及び パキスタンのトライバルエリア、ワズイーリスターンを根拠地に勢力を回復し、2006年中にはアフガニスタン南部4州で都市部以外の支配権を獲得するに至ったと言われる。これにはパキスタンの原理主義勢力及びその背後の ISI が深く関与していると見る。 向きが強く、同年末にはアフガニスタン暫定行政政府の大統領ハーミド・カルザイがパキスタンを名指しで避難る事態に至った。国際部隊の治安活動もあり、主要都市の陥落などの危機的状況には陥っていないが、国際部隊の展開地域等で消し栽培を禁じられた、あるいは他国籍軍の攻撃で民間人が死亡したなどの理由により、 とりわけパシュトゥーン人の間などで治安の混乱と経済的苦境からターリバーン復活対暴論が広まっているという。一方、アフガニスタンから逃れてきたターリバーンの影響を受け、パキスタン国内でも過激化した武装勢力、パキスタンターリバーンが誕生した。パキスタンターリバーンはアフガニスタンのターリバーンとは別物であり、米軍への攻撃に加え、 米国を支援するパキスタン政府に対するジハードも目的としている。2007年12月にはターリバーンを支持するパキスタン人の武装勢力を統合する目的でパキスタン国内の13のターリバーン系組織が合体してパキスタンターリバーン運動が発足した。発足時の最高指導者はバイトラー・マフスド。パキスタイ国内では パキスタン・ターリバーン運動がアメリカ軍による最大の打倒目標になっている。ワジリスタン紛争。アフガニスタン南部ではターリーバーンが独自の知事や裁判所を設置して完全な支配下に置いている地域がある。バルダク州ではターリバーン独自の州知事、軍司令官、シャリーア法廷の設置やカーディ、シャリーア法廷の裁判長を任命し、道路税などの税金の徴収。 徴兵、学校の閉鎖やマドラサでの教育の強制、シャリアに基づく刑罰の執行などを行い、完全に、ターリバーンの統治下にある。ローガール州のバラキー、バラク地区はターリバーンによる制圧後、床屋で髭を剃ることとテレビの主張を禁じ、従わない者は、異教徒と外国人のスパイとみなすと住民に脅迫したという。ヘルマンド州の大部分も、中央政府の支配が及ばず、 ターリバーンの影響下にあり、地元部族長によれば、住民も政府を頼りにするのではなく、ターリバーンの政府を頼り、90%の住民がカルザイ政権ではなくターリバーンを支持しているという。また、再起したターリバーンは自爆テロや市街地での無差別テロなどイラクで、反米武装勢力が用いた戦術を多用する傾向が顕著になり、 アルカアイダとの一体化の進行が指摘されている。またこれら自爆テロでは同様の自爆テロや、米軍の空爆で手足を欠損した身体障害者が6割に上るという調査結果が、遺体検分に当たったカーブル大学により2008年明らかに、されている。は、アフガニスタン国内での米軍の軍事物資の輸送の ための運輸業者への支払いが、タリバーン勢力の資金源となっていると主張している。タリバーン創設者で最高指導者のムハンマド・オマルは2001年の政権崩壊以降消息不明であったが、2013年4月に死亡していたことが、2015年7月に確認された。後継の最高指導者にアフタル、ムハンマド・マンスールが就任したが、2016年5月に、 米軍の無人機攻撃により殺害された。同月にハイバトラー・アクンザダが、第三大最高指導者に就任した。ターリバーンには、主に、アブドゥルイコール・ワキール、アフマドム・ターッキル元外相やアブドゥル・サマド・ハクサル、元内無事カンラーで構成されるいわゆる、恩恵派ターリバーンという勢力も存在する。彼らは武装闘争を放棄し、政治的な方法、 すなわち選挙への参加を通じた議会進出による合法的な支持拡大によってターリバーンの掲げた理想の実現を図ろうと考えている。ハクサルやムタワッキルが中心となって潜伏している元メンバーや武装闘争を続ける仲間に投稿を促すなどして議会選挙参加を呼びかけた。アフガニスタン政府も同じパシュトゥーン人であるカルザイ大統領がこの動きを歓迎して後押ししたが かつて、ターリバーンと戦った、旧北部同盟勢力などが、ターリバーンの復権につながると反発した。また、ターリバーン側でも恩恵派を裏切り者だとして、暗殺をほのめかした。2005年の議会選挙では、ムタワッキルやハクサルラは落選したものの、元ターリバーンの中でも、ムラアブドゥルサラムロケッティ元司令官や、ムハンマドイスラームムムハンマディモトバミヤン州知事のように、 下院議員に当選した人物もいる。モハマディ議員は2007年1月に、白猿元次官は2006年1月に暗殺された。このように、ターリバーンと他元を分かち、カルザイ政権に協力することは容易ではない状況にある。アフガニスタンでは、麻薬の原料になる決死の栽培が伝統的に盛んだった。ターリバーンは、1997年終盤に、 消し栽培を禁止したものの効力を得ず、2000年までにはアフガニスタン産の消しは世界の75%に達した。2000年7月27日に再び消し栽培禁止の法令を出し、国連の調査によれば、ナンガルハル州では12,600エーカーあった消し畑がタリバーンに行って破壊され、17エーカー、以前の0.14%にまで減少するなどした。 こうした幾度かの禁止令にもかかわらず、ターリバーンは実際にはアヘン栽培を積極的に容認したものと考えられている。2001年の国連麻薬取締り計画や1999年のウズベキスタンやタジキスンの報告によれば、ターリバーンの支配地域が広がるにつれ周辺諸国への密輸量は跳ね上がり、隣国のパキスタンでは1979年に皆無だった。 麻薬中毒者が1999年には500万人に達した。イランでは同時期120万人のアヘン中毒患者が報告された。アフガニスタンを根源にする麻薬汚染の拡大に国際的な非難が相次ぐ中、タリバーンは麻薬使用への死刑適用、生産地での消し栽培の取り締まり等、麻薬を取り締まるかのような姿勢を演出した。しかしながら、 生産量を減らしたとはいえヘロインはターリバーンが支配するただ一つの工場のみで生産が継続され、また消し栽培の削減開始後も2800トンに上るアヘン在庫は維持され出荷が停止することはなかった。このため2000年12月の安全保障理事会決議1333ではターリバーン政権にアヘン製造を禁止する要請が出されている。麻薬追放 原産の形をとりながら、生産や輸出そのものの停止には至らず、むしろ麻薬類の国家管理が厳格化されたことを如実に示すこれらの事実により、ターリバーンによる2000年の麻薬禁止令は、実質としては当時供給過剰により下落傾向を見せていたアヘン相場に歯止めをかけるための一時的な出荷停止措置であったとみられる。この価格統制政策は、 タリバーン政権が崩壊したことで崩れ、北部同盟の掌握地域では、核軍閥が自破の資金源として、または、貧農が生活のために、消し栽培を再開するケースが続出した。このために生産量は再び激増、GDP の50%に相当する産業となっている。これは2005年では、全世界の87%に当たる生産量である。 アフガニスタン新政府は、消しからの添削を進めており、2008年には、前年に比べて消し畑の工作面積を19%減少させた。しかし、アフガニスタンの決死畑は、ターリバーンの勢力が強いヘルマンド州に、体の3分の2が集中しており、ターリバーンの資金源となっていると見られている。また、編成3社が、国内の混乱を継続させるために、 タリバーンに献金を行っているという指摘もある。2001年当時のアフガニスタンイスラーム主張国、タリバーン政権の主要幹部を挙げる。歴代政権と同じくタリバーン政権肝主とはカーブルとされ、中央省庁もカーブルから移転することはなかったが、パシュトゥーン人の組織であるタリバーンは他民族が暮らすコスモポリタンな都市文化を持つカーブルの風土を嫌い。 実際には、タリバーンの本拠地でありパシュトゥン人の都市であるカンダハールに置かれた、評議会から指令が形され、統治方法が取られた。そのためカーブルの省庁は、カンダハールの評議会の従属期間に過ぎなくなり、実質的に首都機能の逆転現象が発生した。また、各省庁の長である大臣、総も管轄する省庁の分野に、見識のあるものではなく、 内戦で建てた部君や主張である、ムハンマドーマルへの忠誠心の強さに基づき、配属されるケースが多かった。原守。内閣。1996年9月27日発足。2000年3月8月内閣改造。その他主要幹部、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。